こんにちは、Gです。今回は VMWare のお話。なぜ VMWare なのか、ちょっと前置きを。ラズパイの話題を中心に数年間動画を作ってきました。しかしラズパイは高値安定、供給はようやく回復してきましたが、円安なので価格は高止まりです。2020年12月末の為替は104円50銭で、 Pi4 4GB の価格は5997円。今のレートは約142円なので、同じ両率だと8373円になりますが、諸経費も高騰してて1万円近辺になっています。これ 70% 以上の値上げと同じ。ラズパイって Linux 入門やテスト環境として最適なんですが、でも1万円だとラズパイじゃないといけないのかってなる。というわけで、お手持ちの Windows で Linux 入門評価ができる VMWare のご紹介です。 VMWare は仮想化ソフトというジャンルになります。仮想化ソフトとは、 PC 内に仮想的な PC を作って、その中に各種 Linux や Windows を入れて動かすソフトです。仮想的な PC は仮想マシンと呼ばれ、 PC なのでメモリーやハードディスクサイズなどを変更して PC のスペックを調整します。画面のように仮想化ソフトは他にも多く公開されています。仮想化ソフトではバーチャルボックスの解説をよく見ますよね。でもパラメーターが多いので、初心者にはハードルが高いかもです。 QEMU はオーバーヘッドが大きく、古い PC だとちょっと厳しいのでパス。 VMWare は操作が簡単で比較的軽いので Linux 入門には最適。ただし Windows 7以前や 32bit 版では動作しません。ブラウザーで VMWare ダウンロードで検索します。ダウンロード VMWare ワークステーションプレイヤーという項目をクリック。バージョンが16になっているので最新版17を選択。スクロールダウンしてダウンロードするをクリック。 Linux 版ではなく Windows 版の方をダウンロードします。ホスト OS は Windows 11を使用しています。ダウンロードフォルダーにある VMWare プレイヤーフル 17.02 アプリをダブルクリックしてインストールを行います。簡単な質問だけなので淡々とインストールを進めます。最後にライセンス完了ボタンが表示され、完了クリックでインストールは終わりです。スタートメニュー内にショートカットが作られています。タスクバーにもショートカットがあると便利です。まず VMWare ワークステーション17プレイヤーを起動します。名前が長いのでVMWare プレイヤーと省略しますね。初回のみウェルカムウィンドウが表示され、非営利目的で VMWare プレイヤーを無償で使用する、または商用での利用を許可するライセンスキーを入力するの選択が表示されます。非営利で個人の勉強目的なので、そのまま続行を選びます。
VM プレイヤーを起動した時の画面です。新規仮想マシンの作成で Linux や Windows の仮想マシンを作ります。仮想マシンを開くで作成した仮想マシンをスタートさせます。VMware Workstation Pro にアップグレードは有料版に切り替える機能。有料版になると複数仮想マシンの同時実行など多くの機能追加が利用できます。ヘルプをクリックするとオンラインヘルプのウェブサイトが開きます。左上のプレイヤーメニューからも各種設定などが利用できます。Linux Distro の ISO ファイルをダウンロードしておきます。今回のゲスト OS はマンジャロです。マンジャロは VMware では公式サポートされてないので、実施例の情報は有用と思います。マンジャロ最新版 22.13 はインストールでトラブルがあるんで、少し古いバージョンで仮想マシンを作ってアップデートで最新版にします。画面のサイトからバージョン 21.3.7 をダウンロードします。VMware プレイヤーで新規仮想マシンの作成をクリック。インストール元ではインストーラーディスクイメージファイルを選び、ダウンロードしたマンジャロの ISO イメージを指定して次へ。ゲスト OS の選択では Linux を選んでバージョンポップアップからその他の Linux 5.x カーネル 64bit を選択して次へ。仮想マシン名は何でもいいんですが、ここではマンジャロに。場所は仮想マシンの作業用ファイルを置く場所のことです。ここではバーチャルマシンズというフォルダーを作成して指定。ディスク容量の指定では仮想ハードディスクのサイズを指定します。ここでは 20GB とします。仮想ディスクを単一ファイルとして格納するか分割するか指定します。単一の方が取り回しが良く、通常は単一を選びますが、今回はテスト的に分割のままにして次へ。設定項目一覧が表示されます。左下のハードウェアをカスタマイズボタンをクリック。メモリーが768メガとなっているのを4ギガバイトに変更します。ディスプレイを選択して、3D グラフィックのアクセラレーションにチェックを入れ、グラフィックメモリーを8ギガバイトに設定し、閉じるボタン。完了ボタンを押すと仮想マシンの完成です。マンジャロを選び、仮想マシンの再生をクリック。少し時間がかかりますが、マンジャロのインストーラーが立ち上がります。インストールマンジャロ Linux アイコンをクリックしてインストールを始めます。初期設定は日本語、アジア東京、ジャパニーズデフォルトを選びます。ストレージデバイスは VMware の仮想ハードディスクであることを確認。ディスクの消去を選択して、ブートローダーの場所も VMware の仮想ハードディスクであることを確認して次へ。ユーザー名、PC 名、パスワードをタイプして終わり。インストールボタンでインストールが始まります。インストールが終わったら再起動します。画角が小さいままなのでフルスクリーンにしましょう。KDE システム設定で
ディスプレイとモニターを選択し、解像度を 1920×1080 にします。画面上部に VMware のコントローラーが表示され、左端のピンアイコンでコントローラーの表示をオンオフできます。左から5つ目の二重四角アイコンがフルスクリーンのオンオフです。まずは最新版にアップデートしましょう。 PAMAC を起動してアップデートを適用。時間かかりますけどね。日本語入力はファイテックスモズクをインストール。ブレイブブラウザーネオフェッチ HTOP も導入しました。日本語入力はこんな感じ。VLC での動画再生はこんな感じ。システム情報とネオフェッチ情報です。YouTube 再生はできて当たり前ですが、念のため。PC 自身はそう速いマシンではないんですが、快適に動作しているのが見て取れると思います。終了には通常通りスタートメニューのシャットダウンを選ぶか、コントローラーのプレイヤーメニューのパワーからゲストをシャットダウンを選びます。最後にマンジャロは極めて快適なんですが、タッチパッドが設定できない。デバイスがないと表示され、ドライバーも試したんですがまだ未解決です。常用している通常インストールのマンジャロでは問題ないので、 VMware での互換性の問題じゃないかと考えています。さて、今回も動画が長くなったので2回に分けてお届けします。次回は引き続き他のディストロの実施例をお送りする予定です。ご覧いただきありがとうございました。動画を始めて3年、ようやくこのチャンネルも収益化になりました。設定を済ませると日々の広告収入までわかるんですよ。 YouTube すごいな。8000円を超えると振り込まれるそうなんですが、今の状況だと入金は3年後かな。それから動画下のいいねとか共有ボタンの右側にサンクスボタンが新設されて、クリエイターに応援としてお金を送れる仕掛けが用意されました。すでに何回かお振り込みいただき、驚くと同時に家族揃って万歳感謝です。この調子だと入金は2年後にまで短縮されるかな。ではまた次回。